ウィナー鈴木みくる。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ8福岡ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました鈴木みくるプロに一言いただきたいと思います。前の方へどうぞ。福岡大会優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを。いやもう素直に嬉しいです。今回の決勝戦いかがでしたでしょうか。そうですね、最初ちょっと、まあ、自分なりに合わないかなっていう部分を忘れて3ラウンド目ぐらいからいい具合に忘れれて、まあ、調整できたかなっていう感じですね。今季、ブルーシーズンですね。ブルーシーズン5勝目ですね。おめでとうございます。本当にありがとうございます。ちょっと入れ替えで負けて下からだった時も2回あったので、そういうのも踏まえての、まあ、復活してこれてよかったかなって思ってます。もうこのブルーシーズンは私のものだ、そんな感じですか。いや、そこに向けて今日頑張ったんですけどねいや、ちょっともういい感じに1位狙えてるんじゃないかなと思います。さあ、あとブルーシーズン残すはあと1回ということですけれども、次に向けてもちょっと抱負いただければと思います。そうですね、やっぱり常に優勝は狙ってるんですけれども、まあ、その日の調子だったり体調だったりそういうのも難しいと思うんですけれども、まあやっぱりこの2期に分かれた中でブルーシーズン、レッドシーズン両方とも1位取りたいなと思ってやってるので、そこに向けて最後も頑張りたいなと思ってます。応援してくださった方々に向けて一言お願いします。いや、本当に応援は力になっているので、皆さんこのまま応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。大きな拍手。